はい、酒好きなもとに言い方中の飲酒動画です。今回は、第3のビール。麦とホップ、札幌のね、麦とホップ。彩りの、モルトセッションです。冬限定。アルコール度数、5%。原材料が発泡酒、過去麦芽と、麦芽と大麦麦芽と小麦麦芽と、ホップと大麦とスピリッツ括弧大麦です。これすごいな。これなんかすごいことになってる。原材料のところに、括弧がさ、括弧がさ、なんていうのかな。括弧、麦芽、括弧、大麦麦芽、小麦麦芽、括弧閉じ。で、ホップ、大麦、括弧閉じって。括弧が4つもあんねん。すごいこと言う。おつまみはこちら、いきなりステーキ。炭焼きステーキは厚切り、レアで、召し上がれ。うん、俺、いきなりステーキって行ったことないんだけど、基本的にこういうさ、ステーキ屋さんってさ、高いじゃん。なんだっけ。ねえ、1000円以上するでしょ。だから行ったことないですね。だから、1000円するんだったら、その1000円で、肉屋っていうか、スーパー行って肉買って、自分で焼くね。うん。まあ、こういうところに行く人間はあれですよ。裕福な人間ですよ、実に。乾杯。うん。色が濃い。うん。あ、うまい。あ、うまい、これ。あ、美味しい。麦と。これうまいな。マジで。本当に美味しいな、これ。琥珀エビス的なそういう琥珀系のビール。うん。第3のビールのくせに、本当にあれだな。生ビールと謙遜ないかもしれん。あ、うまこれ。2種類の濃色麦芽と小麦麦芽を一部使用。コクを感じながらも飲みやすい。うん。確かに。これうまいな、これ。本当にうまい。これは限定だわ。うん。これ通年販売したら多分、あれや。確実に。潰れるで。いきなりステーキ。ステーキを食べて肉マイルを貯めよう。食べたステーキの量がそのままマイレージ、グラムに。本カードは食べた肉の量、グラムがそのままポイントとなるメンバーズカードです。ああ、こういうのがなんか、らしいですね。俺もさっき、さっきさ、アベマ TV 見てて、なんか、あたしんちっていうアニメがあるんですけど、それの、なんか、ステーキ屋さんの、なんか、会があって。
あ、うまそうだなと思って、ちょうどさっきね、本当にあの、いきなりステーキを、あの、ググったんですけど、初めて、うん。あの、ステーキ屋さんで行ったことないから、あの、うん。初めて聞きましたね、いきなりステーキ。でね、うん。圧倒的な安さのステーキのわけはとかね、いろいろ書いてあるんですけど、圧倒的っていうくせに、なんか、これすごいのが、量り売り価格らしいんだよね。1g6.9円とかね。うん。だって。で、300g カットが 6.9 円だから、2070円とかね。高っ。すっげえ高いな。でも、俺一人暮らししてると、大体肉の価格ってもう分かってくるんですよね。まあ、まあ、肉の価格だけじゃなくて、いろんな価格が分かってくるんですけど、大体俺が食ってる、肉、カレーとかに入れる、最近は、カレーに入れる肉は、ぐらいしか肉食ってないんだけど、大体ね、業務用スーパーで、売ってた 500g、確か300円ぐらいの、冷凍肉なんだけど、牛肉。牛肉のぶつ切りの、ちょっと待って。これですね。牛ロースかぶり切り落としっていう。500g でね、300円ぐらいで売ってるんだよ、これ。330円ぐらいだったかな。これがね、すげえね、コスパいいんですよ。一応牛肉だし、みたいな。で、しかも安い。だから、500g で330円ぐらいだってことは、まあ、100g、ねえ、70円ぐらい。7535だから、70円もしない、65円ぐらいです。めちゃくちゃ安いんです。だから、そう考えるとこれ、1g あたり普通になんか、9円とかさ、6.9 円とか言うてるけど、つまり 100g あたり690円っていうことですよね、これだとね。恐ろしく高いんですよ。100g あたり690円って、さっき俺のやつの、あれが 100g あたり60円、65円ぐらいだから、10倍高いってことですね。そうだよね、100g あたり、100g あたり690円だもんね。10倍高いってことですよ。そんな肉買うかって逆に思うんだけど、こういう量り売りとかして 1g6.9 円とか言われると、もうそうなると俺の中で、ってなる。100g あたり65円の肉を食っている俺からすると、クソ高えって逆に思っちゃうから、もう多分買わないですね。多分、一人暮らしすると、こういうのって本当に高いって思っちゃうんで、買わない、いかないんですよ。で、だいたい安くても、なんか、200g で1130円とか書いてあるんだけど。うん。200g で1130円ってことは、100g あたり550円ぐらいでしょ。それだったらさ、
100g あたり500円のさ、だったらさ、500円の、あの、スーパー行って、あの、ステーキさ、霜降りとか買えるぜ。マジで。本当に。どんだけ高いって話よ。マジで。アマゾンでステーキ見ます、こういうさ、厚切りサーロインとかさ、普通に売ってっからね。あ、ガストとかね。ガストでも一応ステーキ食えんのか。でもやっぱ高いよね。1000円するもんね。あと、どこだっけ？どこだっけな。びっくりドンキーか。びっくりドンキー。びっくりドンキーも俺行ったことないんだけど。恥ずかしながら。あ、ここはハンバーグか。でもここもステーキ売ってんじゃない？ハンバーグ、あ、ハンバーグですね。ここはハンバーグなんですか？あ、ステーキも売ってんじゃん。レギュラーバーグステーキ。バーグステーキってなんだ？バーグステーキってなんだよ。どうにもこうにも。あれだよね。ハンバーグって、なんか個人的にだけど、あんまり店で食うっていうよりは、やっぱあれだよね。なんか安いイメージしかないんだよね。安いイメージしかないんで、だから、まあ、うまいんだけど、そこら辺で買えるじゃん。スーパーとかで100円で、これぐらいのやつ1個売ってるじゃないですか。あれで俺十分なんだよね。で、だけど、一回ぐらいはちょっとステーキ屋さん行ってみたいよね、人生で。今まで多分行ったことないんだけど。貧乏な家庭なんで、本当に、多分人生で一回も行ったことないですね。ステーキ屋さん。ステーキ屋さんっていうステーキ食ったことないもんね。マジで。だから、レアでとかさ、ミディアムでとかさ、言ってみたいよね。なんだっけ？レアが、なんか、あんまり焼いてないやつなんだっけ？あんまりよくわかんねえんだよね。あー、でもこれうまいな、これ。ステーキ。だから、ミディアムレアとかさ、あんじゃん。ああいうの一回言ってみたいよね。レア。こういうのってさ、レアとかさ、ってさ、食ったらさ、食中毒とかなんないのかな？そこがちょっとあれだよね。ミディアムレア。ミディアム。まあ、大体ミディアムだよね。大体普通の人はね。
わかんないけど。俺のイメージだけど。でも、レアとかでも食ってみたいよね。だから結局、あれなんだよね。だからレアとかで食ったら腹壊さないのかなって、そこは若干あれだけど、てかこのさ、これこのスナック菓子これまんまスコーンじゃん。これスコーンのあのあれと変わんねえよ。スコーンのバーベキュー味と何も変わんないんだけど、これ恥ずかしくないのかな、こういういきなりステーキの監修って書いてあるけど、あの本当にスコーンのバーベキュー味と何も変わんないんだけど、味恥ずかしくないのかね。うまそうやな。ああ、なるほどね。豚肉は生焼け状態で食べるのはダメって書いてある。だから牛肉じゃないとダメっぽいですね。牛肉過去 250g で、ニンニク。ああ。いいですね。ステーキ用とかで売られてる。なんかこういうのでいいと思うんだよ。いいですね。今度買おうかな。今度ステーキ買ってこようかな。あの、スーパーで。スーパーでさ、買ってきて。食べようかしら。これ美味しいですね。これ美味しいですね。普通にうまい。これは久々にちょっと5つ押し付けさせていただきましょう。麦とこれね、これは実に美味しい。4345です。ご視聴ありがとうございました。